亮平です。そしてはい、ブラザー TV の藤川です。はい、お願いします。お願いします。すいません、今日はわざわざ遠くから。いやー、最近翔平 TV ばっかり出てるけど大丈夫ですか？いつ上がるか分かんないから、どれがいつ上がるか分かんないからわかんないから、はい、ということで、まあ、僕とね、藤川さんこうやって並んでるということはですね、はい、グローブですね。はい、お決まりのグローブでございます。はい、はい、この前、夏のイベントの時かな、翔平の紅白戦の時に来ていただいた時にはちょっと時間がなくてね、申し訳なかったです。2つしか紹介できなかったので、今日はもう完璧に藤川さんにフォーカスさせていただいて5つのグローブを紹介してもらおうと思います。ということで、まあ僕の印象だとスラッカーが多いなって。そうですね、基本スラッカー多いですね、矢沢さんで作るんで、うん、ですよねまあそういったところを含めて僕もスラッカー好きなので、はい、まあ、皆さんも結構スラッカー好きな方多分いらっしゃると思いますので、はい、そういったところも注目してもらえればと思います。はい、はい、じゃあまずじゃあ1個目、はい、スラッカーの、これがスラッカーのこのカラーはまさかブラザーカラーですよね。ザ・ブラザーカラー超いい。これえ、なんかもうザ・スカイコードスラッカーっていう型番が、自分あの基本 L7 なんですね。はいはい、 L7 そうですね、 L7 基本なんですね。 L7 なんですよ、むしろ L7 しか知らなかったんですけど、はいはい、これだけはちょっと違う型番で、24MS。 あ、はい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 、ヤザースポーツさんで最も人気のある、うん、あの型番になってて、そんだけ人気があるグローブだからどんなもんかなっていうのが、はい、作らせてもらいました。で、どうでしたっけ？はい、かなり小さいです僕の手には。まあ、N7 と比べちゃうとね、どうしても、はい、ただ N7S には近いかもしれない。使ってると、ちっちゃいんだけど、まあ、しっかり掴めるんで、うん、気にならずに、あのサードで、はいはいはい、使わせていただいて。サードで使う？はい、ちっちゃいですけど、サードで使う。浅めに見えるんですよ、ポケットが。はい、片付け、社長に頼んだんですよ、矢沢さん。ああ、はいはい。で、究極のザ・スラッガーみたいな型を作ってくださいって言って、うん、お願いして、つけてもらって、ものすごい、見ればわかると思うんですけど、ものすごい浅いですよ。はめさせてもらいます。やばいでしょ。やばい、これ。僕、東京支店、スラッカーの、はい、東京支店行ったことあって、あそこプロのグループ並んでるんですよ、はい、で、このウェブでこの浅さを見ると浅村選手モデルなんじゃないか。めちゃくちゃもう、そんな感じですね。そうっすよね、はい、プロの選手並みの浅さ。プロ選手並みの守備をするんだったらいいんだけど、それができないのに作っちゃう。じゃあ、作っちゃうんですか。すごいまあね、安定の、はい、刺繍も、オリジナルの刺繍も、ここなんか矢沢さんでしか、ね、そうですね、できない。あの前も紹介させていただいたんですけど、この矢沢マーク、はい、で、矢沢マークに縁取りができるってこの時知らなくて初めてできるの知って金銀で作ってみました。いやー、かっこいい、はい、かなりド派手のユニフォームに合わせたグローブ、うん、実はこれあのユニフォームを作る前にこっちが先できてきちゃって、うちのユニフォームがこのグローブに合わせたんじゃないかっていう説がそれはそれでさすがすぎるなるほど、っていう思い入れがあるグローブです。いきなりすごいグローブが出てきたんで、じゃあちょっと2個目を、はい、続いてもですね、はい、はい、スラッカーです。おー、これは2年前にオーダーしたんですけど、はいはい、一応投手用のグローブとして使わせてもらってるんですけど、型番はお決まりの L7。 はいはい、まあ、まあ、オーダーだから、はい、L7 にピッチャーのウェーブをはめて、なるほど、はい、投手用のグローブとして使わせてもらってます。これ、まあ、スラッカー特有の、はい、なんかプロの選手、誰か使ってたような気がするな。いますよね、でも L7 ですか。あ、じゃあこの S 誰かが使ってたような感じがする。この辺出てると思う。これ、ピッチャーだけど抜かれてるんですね、土手。はい、土手紐もちょっと抜いたことなくて、うんうん、抜いてみようかって言って抜いてみました。はいはいはい、あんまり深い意味はないです。なるほどとりあえず抜いてみようかみたいな。で、これ元の本体カラーはレッドオレンジ、赤、はい、F オレンジになります。あ、深みのあるオレンジと思っていただければと、うん、色落ちがちょっとあの、ね、どうしてもこの系統の色だと出ちゃうので、手入れはすごく大変だと思います。サックスなのか。これはサックスに見えるんですけど、もともと青なんです。青が色落ちして綺麗になんかサックスみたいになってきた。それいいな。そう、僕今サックスだと思っちゃいました。それ計算して青にするっていうのもありかな、スラッカーの紐とかは。うん、いや、びっくりした。絶対に俺、ここはサックスじゃないですか、ダメが。サックスブルーサックスみたいな感じで、もうちょっと分けてやったんですけど、はいはい、全部サックスみたいな最後。え、なんか逆におしゃれ。逆におしゃれだって。統一感が出てきて、いい感じに出来上がりました。なるほど、なるほど。完璧な横型っすね。完璧な横型っすね。握りつぶしちゃう。うん。これ、めっちゃ合いそう。自分もめっちゃ強い。握りつぶす。握りつぶす好きだったもんね。はい。クローブ。そう。矢沢スポーツの。はい。縁取りできるの知らなかった子です。感触で。
なるほど。まあ、これはこれでいいと思います。うん、そうですね。やっぱ N7 でかいな。ぜひなんかそのフィールディング重視の投手の方とかすごくおすすめだなって感じがします。はい、はい、2個目も強烈なグローブです。強烈なグローブ、はい、癖が強いんですよね、プログローブ。いやいやいや、そんなことないですよ。これ既製品なんですけど、これ良平さんこの間動画で撮ってなかったんですか。大井さんの色が多分こう落ちててあるかもしれない。製品で、でラベルを変えたのか。ラベルを変えた、この2年前の新しく出たラベル。そうですよね、はい、立体型の、紫と白が出たんですよ。そうですね、白金。え、これいいな。ここ指でも日本指でも、あ、小指でもどちらでもいい。え、やらかこれめっちゃやらかい。え、このファーストミットの感じは何。すげえ使いやすいですよ。スラッカーってミットバカ軽くないですか。軽い、まあ、グローブも軽いですけど、これ親指の星ですね。こんな感じですね。こっちの方でやってくるこっちの方です、うん、感じのグローブですね。すげえすごいですか。そしてフィールドもバッチリやってますから。やば。ちなみに翔平 TV 出るためにバッチリ1週間1個ずつ磨いてきれいに。すげえありがたい。まあ、普段からやってますけど、ちゃんと。ちなみに何使ってますか。オイルは基本ね、最近はオルタンさん。あー、はい、動画であの1回撮影で使ったんですけど、はいはい、結構ハマっちゃって、ずーっと最近まあ使い込んで。じゃあオルタンさんだから間違いないですね。そうですね。こんな綺麗にならないんじゃない。他のヤギブラシがすごい。そうですね、最近出ますけどね、ヤギブラシがすごい。やばいな。こんなにツヤが出て、まあ、しっかりと手入れもされてるのに、それは軽くて軽いんで、これすごい。これ軟式を。軟式をする。これは草野球人でスラッカーのファーストもすごいおすすめです。はい。購入していただければ、うん、スラッカーで。でね、藤川さん手でかいからね。めちゃくちゃ手。ぶっかぶかじゃない？多分両役に乗ってたと思うんで、ぶっかぶかだと思うんです。そうですね。まあだって僕手 S サイズですからね。LL なんで。あら、そりゃそうだよね。って視聴者さんで手を切り方入れれば、ちょっと検討してみてください。はい。はい、最後にこちらですね。お、はい、スラッカーじゃない。スラッカーじゃないです。ここだけはちょっと変えてきたんですよ。去年作ったんですけど、はいはいはい、スラッカーが嫌になったことするんじゃなくて、たまには違うメーカーさんのグローブも使ってみたいなと思って、はい、あ、なるほどですね。で、ここでちょっと皆さん勘違いしないでいただきたいのが、僕がスラッカーのイメージがあるってだけで、そう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 。藤川さん別にスラッカーだけ使ってるわけじゃないんだ。僕だから前回の動画で JV 使ってましたし、ね、そう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 、僕が勝手に言っちゃってるだけなんですよ、はい、SSK か。またまあ言ったら渋いじゃ渋いメーカーじゃないですか、はい、でも派ですよね。そうなんです。これ本体カラーはキャメルですよね、はい、でイエロー、イエローなんですけど SSK さんのちょっと言い方が違うんです。忘れちゃいました。ちょっとテロップで、テロップで、はい、僕がやっときます。はい、はい、お願いします。これも完璧な横型っすね。超横型っすよ。え、スラッカーさんより柔らかい、もしかして。今こんなになってるんですけど、ちょっと前までめちゃくちゃ硬くて。そうなんすね。フライとか弾いちゃったぐらいだったんで、ぐらいしっかりしてるんですよ。なるほど。まあそれはそっか。ちょっと僕はあれですよね、スラッカーさんより柔らかいのはなかなかないか。なんか SSK さんの数年前に急激に革質が良くなったんですよ。それを知ってて、ちょっとあのスポーツ屋さんの小柳さんですけど、それも聞いてて、SSK いいよ、あと、うん、結構リーズナブル。そうですね。僕は2万8000円で作ったんです。嘘、うん、2万8000円は割引もちょっとあるかもしれないですけど、2万8000円。あれかな、あの年末年始と夏にやってるオーダー。ああ、じゃなくて普通にもう何でもない時にやって。嘘で、本当にスタート2万8000円からいけますよっていうんで、あんまりこれ刺繍入れてないんで。いや、にしてもよっていう。安っ。安いっすよ。10文字ぐらい無料ってのがちょっとやってて、今やってるかちょっとわからないんですけど。はいはいはい、なんか聞いたことあります。中にちょっとお酒のちょっと刺繍が、虎のキャメルっていうふざけた刺繍と18っていう刺繍だけで10文字以内に抑えて、刺繍代がかかってないんですよ。へー。本体カラーは実色なんで、追加料金がない。追加料金なし。で、こんなおしゃれなグローブが作れちゃう。作れちゃう。やばっ。で、ちょっと気になった点出してますか。はい。独特の小地。連結投資です。超硬いっすよ、これだと。親指の機器がめちゃくちゃ強い。で、土手も鉄板っすね。絶対潰れないですよね。潰れない。これなんか、一時期西岡剛選手がやってたんですか。なんか昔、みたいな閉じ方をしてた記憶があって、はい、なんだこれっていうか、すごい思ってたので、いざ初めて見たら、こっちこっちそうちゃんと手にはめてほしいっす。今、あ、自分が潰してたから、すごくなんか柔らかいでしょって思ったけど、結構硬いっすからね。めっちゃ張りある。張り感が半端ないっすね。あ、でしかも土手絶対潰れない、こんな。え、待って、俺この方めっちゃ好き。あ、これ俺の方だ。ザサイドスローみたいな。そう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 。え、やばい、これはサイドスローのピッチャーとか思いっきり横で巻き込むピッチャーなんかはこの土地いいですし、で SSK 今はめたんですけどめっちゃ軽いんで超おすすめですね、これも。でなんすね、ここはかっこいい。ウェブのこの切れ込み、ああ普通じゃないっすね。珍しいよね、うん、
分かれてて、これもね、こういったあのデザインあるのが、まあ、SSK かなっていうのもあるので、ちょっとそこ、そっちの方もぜひ、まあ、あんまりね、グラウンドとかでも見ないメーカーではありますけど、うん、意外とラベルも選べるしっていうところもあるので、皆さんもぜひ SSK チェックしてみてください。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、俺最初5個とか言ったんだけど、ちょっとまた申し訳ない。時間の影響もない、撮影時間というか、次回に持ち越してる。そうですね。ま、次回に来たらまた増えて、5個ぐらいにして、また、省エネテレビに戻ってきますね。冬行くんで、彼が。群馬。あ、そっか。あ、ヒロとかね。じゃあ、ちょっとヒロと宿題にしようか。2人で、2人で。俺は、ちょっと群馬。2人で。そのまま僕通り過ぎて、いや、小牧さんやるからダメですよ、この年末イベント。あー、じゃあ、草津に宿取っとこうかな。草津全然違うだろ。例えばですから2時間以上かかる。右にかかってたんですよ。まあまあまあ、僕もね、はい、前回言った通り、次回は行ければなっていうのは前から群馬来ていただければと思います。はい、群馬ちゃんに会いに行こうかな。はい、すいません、調子乗りました。はい、ということでね、今回は、プラザテリー藤川さんのグローブを追加紹介っていうのを追加紹介させていただきました。またね、年末になるかいつになるか分かんないですけども、そこでさらに追加をさせていただければと思います。で、今回は、まあ、スラッガーを中心にで珍しい SSK のオーダーグローブ、紹介させていただいたので、皆さんもぜひ、オーダーする際の、見本にしていただければなと思います。はい、はい、ブラザー TV さんの、YouTube チャンネル概要欄にありますので、皆さんチェックよろしくお願いいたします。お願いします。はい、本日の動画は以上となります。はい、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。すいません、まだな、最後の流れやっと分かってきた。みんな違うからね。そうですね、コラボ慣れてないから俺。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。